こんにちは。今日の授業ではかかり結びっていうことについてやっていきたいと思います。かかり結びも、聞いたことある人もいると思うんですけれども、まず今日かかり結びっていう言葉を聞いて何なのかっていうことを最初に、イメージをつかんでほしいんですね。でかかり結びっていうからには何かにこうかかっていって何かを結んでるんですね。でそういう大まかなイメージがつかめるといいと思うんですけれども、まずじゃあ結ぶって何なのかっていうことなんですけれども、まあケリとかタリとかそういう言葉があると思うんですけれども、そのケリとかタリっていうのを違う形に変えてしまうことを結ぶっていうんですね。つまりこの、何かがあってそれが後の言葉をこうやって影響を与えることを結ぶって言ってるんですね。こっちの言葉を結ぶっていうふうに言います。じゃあまず、大まかに何がそういう後の言葉に対して影響力を持つものなのかっていうと、副詞なんですけれども、ゾウナムヤカトコソっていうのがこの5つの言葉がその影響力を持ってるものなんです。で5つしかないので今日しっかり覚えちゃってください。これはで5つしかないんですけれども、まずこのゾウナムヤカっていうのは後の言葉を何形にしちゃうのかっていうと連体形にしちゃうんです。詳しく、具体例を見ていくので今はこの程度でいいんですけれども、最後にこのこそっていうのは何かっていうと、後の言葉をこっちの連体形じゃなくってこそは以前形にしちゃうんです。以前形、動詞のところでやったと思うんですけれども、動詞とかあとは 形容詞、形容動詞、あと助動詞っていうのをこういう形に変えていくんです。じゃあ実際に本当に変わってるのを確認したいんですけれども、黒板のこっち側に行ってみます。で一番上の文見てみてください。これ竹取物語っていうあのかぐや姫の問題ですね。問題じゃないですね、かぐや姫の文章から持ってきたんですけれども、光る竹なんありけるって書いてあります。でここでじゃあかかり結びのかかり結びはどこにありますかってちょっと質問したいんですけれども、探してみてください。かかり結びは、さっきやったここですね、ナムっていうものがあります。でナムっていうのがどこに影響を与えてるのかっていうと、分かりますか、ここのケルに影響を与えてるんですね。ケルで、じゃあなんで影響を与えてるって言えるのかっていうと、これありけるっていう風に、文が終わってるんです。文が終わってるってことは終止形になってないといけないはずですね、本当は。このケルが、ケルがで、じゃあケルってケリっていう助動詞だったと思うんですけれども、ケリっていう風に終止形になってるはずなのにケルっていう連体形に変わってます。なんで変わってるのかっていうと、このナムっていうのが影響を与えて結んでるんですね。ケリっていう助動詞をケルに結んでるから、ここがかかり結びですっていう風に、じゃあ本当にゾウナムヤーカーがあるときは後ろが連体形になってるんだなっていうことが納得できたと思います。ってことはここのナムがナムじゃなくてゾとかヤとかカでも同じなんですね。ケリがケルになるんです。でもまあ竹取物語ではナムが使われてるの。なのでちょっとここでケルなんですけれども、じゃあ最初に、これを使って問題解いてみてほしいと思います。で、かぎかっこの中何でもいいんですけど、おはようとかこんにちはとかでも何でもいいんですけれども、なんとかとぞ言われたり、このたりの部分を、自分で考えて正しい形に変えてください。で、この問題はちょっと重要なのでしっかり考えてやってほしいんですけれども、ここのたり、かかり結びに注意して変えてみると自分で入れられましたか。で、ちょっとじゃあ答え合わせすると、ここにゾっていうあの影響を与えるかかり結びのものがあるので変えないといけないんですね。で、ゾってことは連体形に結ぶのか以前形に結ぶのかっていうと連体形でしたね、連体形。そうすると最後のたりっていうのが終止形になるはずなのに、このゾの影響でっていう連体形にしないといけないなってことが理解して、ちゃんとタルが入れられてる人は正解です。で、今、連体形に結ぶ方を見ていったんですけれども、今度は、以前形に結ぶこのこそっていうのをやってみたいと思います。こそ、涙こそ止まらざりけり。そうするとこの本来ならけりっていう終止形なのでこれでいいはずなんですけれども、このこそがあるのでここもじゃあ自分で解いてみてください。ケリがこそによって何に変わるのかっていうのをちょっと見てみてください。で、
ちょっと考えてみたと思うんですけれども、これケレですね。ケリの活用表、分かんなかった人はケリの活用表を見てほしいんですけれども、依然形はケレですっていう風になるんですけれども、このじゃあ訳し方っていうのをちょっとやってみたいと思います。かかり結びっていうからにはなんか特別の意味が含まれてるのかなとか、違う訳し方になるのかなと思うと思うんですけれども、かかり結びっていうのは無視しちゃうんですね。実際には無視しちゃいます。で、じゃあ何のために無視するのにかかり結びしてるのかっていうと、これはただ昔の人が強調したかったんですね。強調、つまり何だろう、現代人私たちが文末にびっくりつけるみたいな感じで、びっくりつけてるだけなので、特に何だろう、かもしれないとか、そうしたいとか、そういう文法的な意味が含まれてるわけではないんですね。っていうことは無視しちゃうっていうのが大きなことで、無視しちゃうっていうのはじゃあ何かっていうと、ここにナムっていうのがあったら、これは訳さないんです。バツしちゃいます。そうすると光る竹があったってことなんですね。こっちも同じです。とぞっていうのがあっても訳さない。なんとかとおっしゃったとか、そういうことですね。で、難しいのがこそなんです。こそっていうと現代語で言うと私こそがとか、あの人こそがっていう風になんか意味がありますよね。なんですけれども、古文ではこそって訳したくなっても絶対訳さない。涙が止まらなかったっていう風に訳してください。こそとかぞとかなむとか、あとここでやってないやとかかっていうのも絶対訳さないで、ただ文末にびっくりマークがついてるぐらいのイメージを持ってください。で、最後に例外をやって今日は終わりにしたいんですけれども、無視しちゃう、最後にびっくりマークつけるだけだから意味としては何も意味を入れないんだよって言ったんですけれども、そうじゃない場合が一つだけあるんですね。そうじゃない場合っていうのが、この星マークつけた例文のところなんですけれども、中書き、垣根のことですね。家と家の間にある垣根のことなんですけれども、中書きこそあれ一つの家のようなればっていう文があります。ここで見てほしいのが、まずどこにかかり結びが使われてるかっていうやつなんですけれども、ここですね。こことじゃあどこで結ばれてるかっていうと、これですね。このあれっていう螺辺同士ありが依然形で結ばれてるんですけれども、普段見てみてください。かかり結びっていうのはこの影響を与える言葉が結んで文末に影響を与えるんでしたね。文末の言葉に影響を与えた、文末に影響を与えた。でもここは文末じゃないですね。点で区切られてますっていうことはちょっと違うんですね。じゃあ無視する無視する無視するっていうふうに言ったんですけれども、文末じゃない時っていうのは違う意味があるんです。文末じゃない時っていうのは要注意です。で、文末じゃなく出てくるのはこそしかないので、ぞとかなむとかやーかーでこれは当てはまらないので、てかむしろ文末でしか出てこないので、勘違いしないでください。こその時だけ文末じゃない時が出てくるんですね。そういう時どういう意味になるかっていうと、これ文法用語で言うと、逆説っていう意味になります。逆説、だがとかしかし、けれどもっていうイメージですね、現代語で言うと。そうすると垣根があるっていう風に普段なら訳しますね。ここ無視するって言ってるので、垣根がある一つの家のようなのでっていうことじゃなくって、文末じゃない時に使われてる時はこの逆説の意味を付け加えてください。なので中書きあるけれどもってことですね。こっちとかこっちとかこっちみたいに文末で使われてる時は中書きあるだけなんですけれども、ここで点になってる時っていうのが要注意で、逆説の意味を最後につけてください。中書きがあるけれども一つの家のようだっていうことなんですね。っていうふうに今、4つの文章を見てみたんですけれども、これだけでかかり結びはもうマスターできてしまって、覚えてほしいこと2つありますね。ゾーナムヤーカーが連帯形に結ぶ、こそが依然形に結ぶっていうことが1つ目の覚えてほしいことです。で、2つ目は普段は、かかり結びは文末、最後の言葉を結ぶんだけれども、最後じゃない時こそだけは最後じゃない時があって、そういう時はけれどもってつければいいんだっていう訳し方のことが2つ目のポイントです。
テストを解いたりして、今日やった内容を完璧にしてほしい。